どうも、おは虫類マスです。ということで、今回の動画は僕がね、以前から飼育している熱帯ツイビルとヒルドバーバナというね、医療用のヒルが前の動画で産卵しましたという動画をね、公開したと思うんですが、そこからね、月日が経過し、無事ね、卵が孵化したので、その子たちを皆さんにご紹介していきながら、餌を与えるね、動画を撮影していこうかなと思います。よければ最後までご視聴ください。で、まずはこちらのラオス産の熱帯ツイビルなんですけども、熱帯ツイビルって何やらね、産地によって最終的な大きさが結構違うみたいで、その中でもこのラオス産の熱帯ツイビルが特に大きく育ちやすいらしいんですよね。で、そんなね、ラオス産の熱帯ツイビルが、この度2023年の2月28日に生まれました。イエイ、めちゃくちゃ嬉しい。で、見た目はね、まあ僕が飼育している子たちの小さいバージョンって感じなんだけど、後でお見せするんですが、ヒルドバーバナの赤ちゃんに比べてね、やはり大きいですね。で、見た目は小さいけど、しっかりね、熱帯ツイビル特有の模様がこのように入っております。で、熱帯ツイビルは成長してくるとね、まあ、どんどん動きがのろまになってくるというか、やはりね、体が大きくなる分ちょっと動きにくくなるんですけども、やっぱり赤ちゃんの時はね、ちょっとこうやって動かしてあげると、動きがね、めちゃくちゃ速いですよね。この体の前動運動っていうのかな、こう波打つ感じにゆらゆらと泳ぐのが得意なんだなっていうのが分かります。ちょっとあんま動いてくれないね。あ、さっきみたいにすごいね、速さで移動します。で、今回子供たちはラオス産の子たちが9匹1つの卵から出てきたんですけども、みんなね、同じ親なのに模様がね、少し違ってたりするんですよね。今真ん中に見えている子は、この背中の真ん中のなんかストライプ状の模様が少し広い感じがしませんか？パッと見なんですけど、まあ、こういったね、それぞれ個性が出てるというか、熱帯ツイビルっていう同じ種類だけど、それぞれ個体差がありますね。で、孵化日数は30日前後なんで、まあ、約1ヶ月で孵化しました。で、ここで注意したいのが、熱帯ツイビルって初産がその死産が多いみたいで、今回の子たちも1、2個はね、最初に産んだ1、2個は、孵化せず、もう中がドロドロの状態になってたんですけども、今回ね、なんとか何回か卵を産んで、その後に、今回このように元気に生まれてくれました。そして次の子たちがヒルドバーバナになります。この子たちはね、医療用のヒルとして世界に流通しているんですが、僕が今飼育しているこの子たちの親は赤い模様とかが入ってめちゃくちゃ綺麗なんですけど、何やらね、生まれた子たちはまだそういった赤い模様とかが入っていませんね。この模様自体は独特の模様をしているんですが、ここから成長してくると赤い模様が出てくるのかな。で、熱帯ツイビルと違って、何やらね、生まれた子たちみんながこの一つの場所に密集しているというか、仲良しな感じがしますね。新しく入ってきた、あの右から入ってきた子も無理やり中に入ろうとしているのか、おしくらまんじゅう状態になってるね。で、サイズ的にも熱帯ツイビルよりも少し小さくて、僕の指と比較すると、よいしょ、はい、これ爪ね、これ僕の人差し指、めちゃくちゃ小さいのが分かります。で、この子たちも孵化日数的には30日前後、まあ、約1ヶ月で孵化しました。で、同じく最初に生まれた4個ぐらいまでかな、まあ、それまではもう全部死産という形で、で、なんとか今回2つの卵から合計20匹ぐらいかな、生まれました。そして今回この子たちに今からね、餌を与えていこうと思うんですが、これからね、まあ、どん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 昼の繁殖はしていこうと思ってて、で、販売もしていきたいんですよね。なので、まあ、僕の血を与えてもいいんですが、僕の血を与えてしまうと、ただ昼をこれから飼育したいな、購入したいなって考えている方からすれば、自分以外の人間の血を使われている、まあ、餌にしている昼って考えるとちょっと怖いじゃないですか。今までの症例で、まあ、感染症とか寄生獣に寄生されましたとか病原菌にやられましたっていう症例は報告されてないんですけども、まあ、それでもね、やっぱり血なんで怖いと思うんですよ。なので今からね、まあ、体力をつけさせるって意味でも金魚のね、血を与えていきたいと思います。で、今回購入してきたのがこちらのアネキンサイズの金魚になります。こちらの子たちをね、今から昼に与えていきます。で、こういった金魚の血とか、あとネズミの血とかカエルの血とかで、まあ、熱帯ツイビルとかヒルドバーバナは、飼育することができるんですけども、まあ、ただね、一度で吸える血の量っていうのが少ないのと、まあ、栄養価的にどうなのかなっていうので、まあ、それだけで例えば繁殖できるのかとか長生きできるのかっていうのは分からないんですけども、まあ、一応飼育することは可能です。まあ、人間の血だとね。なので、これから飼育しようか悩んでいる方は参考にしてみてください。それではね、今から早速ちょっとね、金魚の血を与えていきたいと思います。まあ、果たしてすぐ吸ってくれるのかわからないんですけど、初めてのこの子たちからすれば、
餌だから、餌って認識してくれるとね嬉しいんだけど。ではね、早速入れていきます。今回このように昼に金魚を与えているんですが、中には金魚が間違えて昼を襲ってしまうんではないか、昼を食べてしまうんではないかとね、不安に思う方いるかもしれませんが、昼って実は食物連鎖のトップに立っているらしく、というのも天敵がいないんですよね。どういうことかというと、昼って仮に金魚に食べられてしまっても、その体内から吸血してしまうんですよ。なので天敵がいないとされているみたいです。なので今回ね、まあ金魚たちが間違って昼を食べても、まあ昼はへっちゃら、むしろ、まあ、食べやすくしてくれてありがとう、血飲んじゃうねみたいな、そんな感じです。でやはりね、ちょっと金魚の動きが早すぎるのか、なかなかヒルたちが捕らえられてないというか、もう少し金魚が弱ってからとか、過眠状態になってからヒルたちはひっつくのかな。今の超元気な状態だとなかなか難しそう。ではちょっとね、このまま放置して吸血されるとこまで少しね見たいと思います。ということで、なんとか吸ってくれました。ここからはね、吸っている様子を観察しながらいろいろとね説明していきたいと思います。で、今回金魚の血を与えているんですが、経験としては金魚ってやっぱりね、水中の中をこう動き回ったり、あとは鱗が邪魔してね、なかなかヒルが吸いづらそうにしてるんですよね。なので単価的には、まあ、金魚の方がめちゃくちゃ安いんですけど、ピンクラットの L サイズとか、あとはまあ最初の一番小さい頃だと、もうピンクマウスの S サイズとかでもいいんですけど、まあ、そういった皮膚が露出している、でさらに動きもそこまで速くなく、噛みついたりしてね抵抗できないような餌だとヒルも吸いやすいかなと思います。で、野生下だと水牛とかをね吸ってるっぽくて、なので英名ではバッファローリーチとも言われています。日本だと牛ビルとも言われてますね。で、餌についてはよくね、生きていないとダメなのかって聞かれるんですけど、心臓が止まると血流もね止まっちゃうんで、ヒルが血をね吸えなくなります。なので餌はね、生きている状態じゃないと与えることができません。僕の周りの方で豚の血をね、まあ、冷凍されてる豚の血を解凍して与えて、まあ、検証してみた方がいるんですけど、全然ね血として認識しなかったのか、吸ってくれなかったみたいで、まあ、そこがねちょっと難しいかなと思います。で、人間の血を与える際の注意点なんですが、この子って血を吸う際に血の凝結作用を阻害するヒルジンというものを流すんですよね。で、それに対して人の体質によってはアレルギー反応を起こすみたいで、僕もね、あの血を吸わした後はめちゃくちゃ腫れて、プラス痒みと水ぶくれがめっちゃできます。で、これは最初の頃はアレルギー反応がなくても、ヒルに、人間の血を与えるためにどんどんアレルギー反応がひどくなっていく場合があるんで、注意するようにしてください。ただ飼育自体は水道水で飼えるんでめちゃくちゃ簡単です。で、大きく育てたいなら人間の血がいいんですけども、まあ、先ほど挙げたようなデメリットがあるので注意してください。で、あとヒルってめちゃくちゃデリケートな生き物で、数値の中にカフェインとか薬とかタバコを吸っている、そういう喫煙者の血、あとはアルコール、そういったものが入っていると体が弱ってしまったり、最悪ね死に至る場合があるんで、血をね与える際はその点注意してください。カフェインとかお酒とか薬であれば3日間ぐらいはね、飲んだり服用しない方がいいと思います。喫煙者の血に関しては、もう何とも言えないです。で、今までヒルによる感染症とか病気とか寄生虫という症例はね報告されていないんですが、ただ万が一のことも考えられるんで、ヒルをね人間の血で飼育する方はもう自己責任でね与えるようにしてください。プラス他の人の血を吸った後に自分の血をまた与えるっていう行為もだいぶねリスクがあるんで、どうしても与えないといけないっていう場合は、完全に前の人の血を消化し終わったなーってぐらい間隔を空けて与えるようにしてください。で、餌の頻度的には1ヶ月から成長するごとに 2,3 ヶ月とね間隔を空けるように仕上げるようにしてください。なんでかっていうと、与えすぎるとね人間と同じように肥満になっちゃって死にやすくなるんで注意してください。で、ヒルは雌雄同体で言ってオスとメスの生殖器官どちらも持ってるんですよね。なので2匹いれば実質繁殖は可能になっております。で、この子たちの販売なんですが、ヤフオクでヒルドバーバナが1匹2万円、複数買いなら安くしようかなと思ってるんですけど、ラオス産のヒルが1匹1万2000円の、価格帯で販売していこうかなと考えています。なので興味がある方は説明概要欄にヤフオクのねページを貼っていますんで、そこからお願いします。ではここからはね、ヒルが、金魚の血を吸っている様子を観察していって終わっていきたいと思います。Thank you.
Thank you.